ロイドご飯の時間ができました。イエイ、はい、今回はですね、東京、はい、高田馬場にやってきました。はい、またやってきました。はい、ワークショップの後なんですけども、前回行ったね、藤蕎麦さん、絶対行きたいと思うんですけども、そうですね、前回は温かい蕎麦の持ち帰りにして、そう、結構ちょっと大変だったんで、そうだね、今回はちょっと冷やしをね、行ってみたいなと、教訓を生かして、行ってみたいと思います。はい、行きます、ゴー。じゃじゃん、富士そば行ってみましょう。ということで、この漁港のニッコちゃん、面白い名前だね。ね、この赤瀬谷さんまさんのプロデュースということなんですけども、なるほどね、この富士そばとのコラボなんですか。コラボのようですね。ちょっと後で調べてみよう。ということで、はい、こちらを行きたいと思います。はい、冷やしですから。はい。はい、
はい、ということで食べました。はい、ごちそうさまでした。冷やはやっぱりちょうど良かったね。いや、すごい良かったですね。え、びっくりした。ね、店で食べてるのとほとんど変わらなかったです。確かに、うんうん、あの私うどんだったんですけども、はい、あの程よくコシもあって、うん、あのとても食べやすかったし、そう、そばもそうでした、ね、あ、本当、うん、かなりコシがありました。なるほどね、うん、やっぱ冷やのね、うん、今からそう、ね、もちろん田舎もそうなんですけど、はいはい、持ち帰りはやっぱり冷やに限りますね。そうだね、うん、よくよく考えたらね、うん、そりゃあの丼物、うんうん、もうちょっとやってみたいなと思うんですけど。ああ、そうね、うん、まあ、言ってたからね。そうですね、またこう機会があればやってみたいですね、うん、そうだね、うん、でもやっぱりそば、うどん、やっぱ麺類を食べたいっていう時は、うん、冷やはね、結構いい感じだったね、うん、本当に良かったですね、うんうんうん、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。